次の対戦相手はツクコです。これも強い相手だ。さあどう作戦を立てて戦うのでしょうか。おっとポケモンチェンジ。このポケモンでは分が悪いと判断したのでしょうか。ここで不思議花の登場だ。さあ手始めに。おっとポケモンの選択を誤ったか。さあ熱戦が続いております。さあこの場面で急所に当たった。あー効果は抜群だ。さあ熱いバトルが展開されております。ここで地震攻撃。決まった、効果的な当たり。あーっとダウン。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ここでゴルバットの登場だ。さあまるで違ったタイプのポケモン同士の戦い、激しい攻撃。おーっとこのポケモンではまずかったか。おっと超音波。あーっと混乱した。両者とも大健闘です。戦う構えに入って、おっとここでポケモンをチェンジです。ここでミュウの登場だ。さあこれは急所を捉えた。さあこのポケモンチェンジがバトルにどう出るか。バトルの姿勢に移ってポケモンがモンスターボールに戻ります。おお、あーっと氷漬けになってしまった。この氷がバトルにどう影響するか。ここで再起機です。おーっとポケモンの選択を誤ったか。ここでダウンです。残りのポケモンの数に差がついております。さあ最後のポケモンになってしまった。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。これはどうだ。攻撃炸裂。あーっと力尽きたか。ここで試合終了。見えてまいりました。天皇最後の章、渡るとの対戦です。さあ出始めに急所にヒット。あーっと早い、いきなりダウン。初めから大変なバトルになっております。ここで白龍の登場だ。さあ互いに全く違ったタイプのポケモンだ。勢いのある攻撃、急所に当たった。おっと電磁波。おっと、麻痺してしまった。
両者とも大健闘です。さあここで軽く当たった。おっとここは動けません。かたやまだ余裕しゃくしゃく、かたや疲れを見せております。おっとここでポケモンをチェンジです。ここでミュウの登場だ。さあ今入れ替えたポケモンがどう活躍するか。ここでサイコキです。おっとダウンだ。さあ使えるポケモンの数に差がついている。ここでプテラの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。おっとそなたが飛び上がった。ここで猛烈な吹雪。おっとこれは外れ。さあ熱戦が続いております。さあこの場面でよし、激しい攻撃、狙い的中。あっと一発の攻撃でダウンだ。ここでステージクリア。そのバトルです。長かったジムリーダーの城での戦いにもようやくピリオドが打たれます。ここで特殊能力をアップです。おっと毒毒攻撃。おっと失敗。互いに相手の力量を伺っているというところか。まだまだステータスをアップします。さあこれは相手をじわじわ弱らせる作戦できたか。さあ熱いバトルが展開されております。バトルの姿勢に移って、さあここで強烈な当たり。ポケモン同士の相性の悪さをものともしていません。おっと宿り木の種、よーし引っ。かたやまだ余裕しゃくしゃく、かたや疲れを見せております。さあ今度はよし、ここでダウンです。さあ次はどのようなポケモンを出してくるのか。ヤドランの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2、まだまだ勝負の行方は見えません。激しい攻撃。おっとポケモンの選択を誤ったか。おっと一発の攻撃でダウンだ。残りのポケモンの数に差がついております。ここでキュウコンの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。勢いのある攻撃、急所にヒット。あーっと一撃で倒れてしまった。おめでとうジムリーダーの城クリア。